11秒71、大会新記録です。
2着第3レーン中村さん小松商業11秒91、3着第5レーン野林さん九州学院11秒92、向かい風 0.6 メートルです。以下は大型機をご覧ください。失礼いたしました。リレーに出場する関係で先にご紹介いたします。吉岡康さんの場合はユース女子 100m の表彰です。2012年ロンドンオリンピック 400m ハードル日本代表の中村明彦氏が表彰いたします。中村選手よろしくお願いいたします。今年度優勝者は土井アンナさん、埼玉栄、時間11秒71、大会新記録です。おめでとうございます。第2位中村美月さん、小松商業11秒91。第3位野林由紀さん九州学院11秒92。第4位北山沙絵さん西井漁業。第5位松本沙絵子さん静岡市立。第6位中島ひとりさん宿川。第7位玉田夏美さん恵庭北。第8位大月舞さん千作青春館。ユース女子 100m の表彰でした。おめでとうございました。さあ、そして表彰台の脇にユース女子 300m 国内の選手が整列いたします。